の、ちょうどいいところに来たな。ちょっと小物を探していたんだが、女性の意見も聞きたくてね。こういうのはどう思う？少し子供っぽいか。なるほど、助かった。おかげで参考になったよ。と、ちょっと待て。ほら、これやるよ。今日のお礼だ。お前に指輪はまだ早いからな。いいって。じゃあ、また学校でな。あのよ、今暇か？日頃の礼も兼ねて今日はお前に晩飯でも作ろうと思ったんだけどよ、よかったらうちに来ないか？そうか、それじゃあ今から来いよ、待ってるから。ほらよ、お待たせ。お前のリクエスト通り、俺特製オムライスだ。まあな。よし、仕上げだ。ケチャップを取ってくれ。はい、これでいいの？うん、サンキュー。ずいぶんと気合い入れて作ったじゃない。げっ、姉ちゃん。げっとは姉に対してずいぶんと失礼な態度ね。なんでいるんだよ。今日は遅くなるんじゃなかったのか？今日は早く仕事が終わったから久しぶりに家族で食事をと思ったんだけど。私も京ちゃんが寂しくないように早く帰ってきてあげたのに。うぎっ、マナ姉とトモ姉まで一緒なのかよ。ひどいわね。家族のために身を粉にして働いてるのに。京介くん、ずいぶん偉くなったのね。いれれれれれれれ、ちょ指立てんな、マジいてって。京ちゃんのオムライスにいたずらしちゃえ。ちょ、ま、ケチャップ無駄遣いすんなよ、トモネ。もったいない。騒がしくてごめんね。というか、邪魔しちゃってかな。あー、もう頼むからさっさと出てけよ。ちっともゆっくりできねえじゃねえか。まあ、今日は彼女もいるみたいだし、これくらいで許してあげるわ。ほら、京ちゃん、このオムライス見てみて。何書いてんだよ、トモネ。ほらほら、彼女に食べさせてあげたら。別に俺たちはそんなんじゃねえよ。そんなに照れなくてもいいのに。あ、これ以上邪魔しても悪いから。私たちはそろそろ失礼するわ。それじゃあまた後で。あなたもゆっくりしていってね。京介くんに襲われないように気をつけるのよ。じゃあね。くっそー、姉ちゃんたち好き勝手やりやがって。食べたくない。じゃあお前が食わせてくれよ。ほら、早くしろよ。ちょっと冷めちまったけど、やっぱいい出来だな。口開けろ、食わせてやるから。